なぜ世界が分かれてしまったのか。おそらく彼が関係してるんじゃないかと思う。今こそ三重士の力を示す時だ。あなたは空ですね。そうか、空。13のゼアノート。これは一つだった。マスターオブマスターである彼は未来を見る目を持っていた。そして先で待つ未来を憂い、6人の弟子のうちの5人に未来を記した予知書を与えた。